東北大学工学部化学バイオ工学科を紹介します。化学バイオ工学科の研究対象は私たちの身の回りのあらゆる物質であり、その機能、製造法、製造プロセスにも広がりながら、また同時に物質が関わるエネルギーと環境も含まれます。物質、エネルギー、環境は私たちの未来を左右するものであり、そのために技術と人材を極めていきます。化学バイオ工学科には3コースあります。応用化学、バイオ工学、そして化学工学です。これら3コースを一体教育する化学バイオ工学科だからこそ、化学バイオのオールラウンドプレイヤーが育つのです。一体教育には化学の知識のみならず、数学、物理、生物の知識も必要で、それらも含め一体教育しています。化学バイオ工学科が目指すのは、化学を極めて地球の未来を描くことです。そのためのキーワードがグリーン、エネルギー、ナノマテリアル、バイオです。グリーンが意味すること、それは循環型社会の実現に向け、地域の課題解決からグローバルな政策提案までに貢献することと考えています。エネルギーに関して、温暖化ガス排出量ゼロの実現に向け、新素材開発から社会システム設計まで貢献いたします。ナノマテリアルに関して、ナノスケールの新たな素材開発とその社会実装により、未来のライフスタイル創出に貢献いたします。バイオの研究領域では、豊かな未来社会の実現に向け、先進的農業から医療分野まで技術革新を展開します。化学バイオ工学科の3コース一体教育は世界唯一の取り組みです。一体教育によって世の中の変化、多様化に応える体感を獲得することを目指しています。原子分子レベルで物質の構造と機能を自在に操り、新たな価値を作り出す応用化学コース、材料、農業、医療分野を切り開く新たなものづくりを展開するバイオ工学コース、最先端技術と社会をつなぐ新たなプロセスやシステムを築き上げる化学工学コース、これら3コースをもう少し詳しく見てみましょう。応用化学コースでは、原子、分子レベルで物質の構造と機能を制御し、これまでにない機能を発現させたり、新たな価値を作り出すことを目指しています。例えば、二酸化炭素はこれまでほとんど用いられることがなかった究極の廃棄物と捉えることができます。しかし、地球温暖化の原因物質であるため、今後は循環して利用することが求められています。そのためには、二酸化炭素を有用な物質に変換する必要があります。二酸化炭素は非常に反応性の低い安定な分子であるため、変換するためには触媒の力を借りる必要があります。応用化学コースのある研究室では、酸化酸化セリウムという材料が有用な触媒になることを発見し、二酸化炭素からリチウムイオン電池の電解液やポリカーボネート、ポリウレタンなどのプラスチックを得ることができるという結果を報告しています。バイオ工学コースの説明です。科学でバイオと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、生物は膨大な種類と数の化学分子が集まった究極の機械です。バイオ工学コースでは、分子レベルで生物を理解し、遺伝子から細胞レベルまでの幅広い立場で生物をデザインし直すデザイナーバイオを研究しています。デザイナーとして、人工知能などの情報科学や2018年にノーベル化学賞に輝いた進化の過程を試験管で真似る人工進化工学によって、新しい機能を持つ酵素、膜タンパク質、抗体、生体模倣触媒を発見、体
開発しています。また有用な物質を生産する細菌や細胞、副作用を起こさないバイオ医療を作り出したり、工学部ならではの微細加工技術を利用して化学反応や細胞をモニタリングするバイオデバイスの開発も行っています。そしてバイオならではの環境調和な技術開発を行い、分子スケールの理解から細胞やデバイスを作り出す人材を育てています。科学工学コースでは最先端技術と社会をつなぐ新たなプロセスやシステムを築き上げるための研究をしています。例えば新しい材料を作るための新技術の発見や、新しい化学原料を生産するためのプロセスを設計することに取り組んでいます。プロセスやシステムの開発には反応装置の中などの状態を正しく理解する必要があります。それを可能とすべく、反応装置の内部など見えないものを可視化する数値シミュレーションを開発しています。こうした取り組みは分子や流体といったナノやメゾといった小さなスケールから、プロセスやシステムといった大きなマクロスケールまで自在にスケールを展開できることにつながり、これが化学工学の特徴であり強みです。化学工学により化学バイオを基礎としたさまざまな物質材料が私たちの手元に届けられています。化学工学は実用装置にするためのスケールアップを可能とするばかりか、新しい技術を生かした未来社会を設計するツールともなりうるのです。化学バイオ工学科に入学した学生は1年次、2年次、3年次と学生実験、演習、研修を通して基礎を習得し、専門、そして応用を学びます。1年次には研究室での研究体験をする機会も用意されています。基礎学力を高めるべく数学物理学演習も実施しています。2年次には講義を通した知識の獲得のみならず、科学実験で実験スキルの基礎も学びます。3年次には研修発表という対外発表の練習を行い、また卒業後の進路イメージを持つべく工場見学も行います。こうしたカリキュラムを経て、4年次から卒業研修としてそれぞれのコースで専門性を深めます。各コースで学ぶ先輩方の意見です。応用科学コースの今泉さんは、充実した研究生活を送り新たな発見をすることができたと語っています。化学工学コースの後藤さんは、未利用資源から新たな価値を作り出す研究に魅力を覚えていると語っています。バイオ工学コースの大久保さんは、生物の持つ機能を工学へ応用したいと夢を語っています。大学院ではより高度な専門知識と問題解決能力を獲得することができます。大学院には2年間の修士課程と3年間の博士課程があります。修士課程でも多くの経験を積むことができ、企業や官公庁に即戦力として採用される人材になります。また博士課程ではより専門性の高いカリキュラムで学び、研究者、技術者として大学、国立研究所で働く人材となり、また海外に羽ばたける人材になります。修士もしくは博士課程を修了され企業で働く先輩方からのメッセージです。ヤマハ株式会社で働く石川さんは、自分の興味のある分野で科学の総合力を生かしたいと夢を語ります。 3M ジャパン科学株式会社の阿部さんは、世界へ通じるエキサイティングな経験ができる、これが科学バイオ工学科の魅力だと語っています。クラレ則武デンタル株式会社の工藤さんは、人生を豊かにする武器と仲間を探せる場所だった、そのように科学バイオ工学科を語っています。花王株式会社の古川さんは、
総合的な科学の知識で魅力的なものを生み出す人材になろうと呼びかけています。さあ皆さんも科学バイオ工学科で学び、大きく築かれた未来の可能性を信じ羽ばたいていきましょう。